瞬間にあかんってなるパターンだ。半分が赤文字とか、覚える気力が根こそぎ奪われるってば。集中力が切れました。チーン。まあ、ぼんやり眺めると法則性は見えてくるっぽいから、あとは使う時が来たらその場で覚えよう。それがいい。高いのってやっぱり D、Do のせい？慣れたら気にならない？あと、ハ行が多すぎでしょ。バ行とパ行の必要性はわかるけど、は、ひ、ふ、へ、ほが謎すぎて扱いに困るな。Thank you.
わけで、いっぺんに理解しようとか絶対に無理です。